情勢については、ご指摘の点を含め、我が国として平素より국방부는 김정은이 아마 오늘 새벽에 전용 열차를 이용해 러시아 내로 들어간 것으로 보고 있습니다. 특히 군부 인원들을 다수 대동한 것을 고려할 때 북러 간 무기 거래, 기술 이전과 관련된 협상이 진행될지에 대해서 예의주시하고 있습니다. 北朝鮮をめぐる情勢については、ご指摘の点を含め、我が国として平素より重大な関心を持って情報収集分析に努めているところであります。ロシアと北朝鮮との首脳会談の詳細やその結果について、政府としてお答えする立場になく、また今後の対応について予断を持ってお答えすることは差し控えたいと思いますが、北朝鮮からの武器および関連物資の調達を全面的に禁止している関連の国連安保理決議違反につながる可能性や、ロシアのウクライナ侵略に与えうる影響も含め、懸念を持って注視しています。Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.